に来たみたいだな。もっと奥へ進んでみよう。カウの情報が合ってるといいんだけど。この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。あれ、もしかしてあの姿勢何かにお祈りしてるみたいだけど。あれってなんで七天神像が逆さに吊るされてるんだ。それに心臓って確か王子を持ってたよな。でもこの心臓の手にあるものって、なんだ？なんか気味が悪くなってきたぞ。そこの大砲塔家も全然動かないし、まさかもう。おい、大丈夫か？死んでる。やばいぞ。ここを離れよう。早くこの状況をカウと嵐姉さんに伝えないと。うわあ、何が起きたんだ。ここにいちゃまずい。早く逃げよう。もう少し頑張らないと。
飛ぶ方が早いよ。お、走るより飛ぶ方が早いよ。兵器新作。アビスの費用、何人たりとも除いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。アビス使徒ダイン、ダインスレイブのことか。なるほど、ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。奴はお前たちを死なせたくてここに送ったのか。奴の抵抗などすでに意味をなさない。奴の起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ、こんなの見たことないぞ。気をつけろ、油断するなよ。アビスの使用なり。さて、足元に気をつけて。
力どこかで、そうか、お前はあのお方のだとすれば、ここに長居するべきではないか。はあ、危なかったな。大丈夫か？あいつすごく強かったぞ。アビス教団にもあんな強いやつがいたんだな。お、どうかしたのか？ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。こんな不気味なところにずっといたら、また危険な目に遭いそうだ。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ナインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの人に会ったか。なんでわかったんだ？俺はアビスの人を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが。逆さの心臓、シュチューのアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺跡の出口で突然現れたアビスの人に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。行こう。ダインが手伝ってくれるなら謎が一気に解けるかもしれないぞ。